エレ,ドエレン・ローアは・エレン・ロアはドイツのメンヒエングラートバッハ出身の女性レーシングドライバー。日本ではエレンド・ロールと表記されることもある。ドイツで最も成功した女性レーシングドライバーとして知られており、1987年よりドイツツーリングカー選手権に BMWM3 で参戦を開始し、スポット参戦ながら2位に入り、1991年より メルセデス AMG のドライバーとして参戦。この年は振るわなかったが、翌年はホッケンハイムのレースで優勝を飾った。この年は安定的にポイントを獲得し、シリーズ10位となり、ドイツツーリングカー選手権が 2000cc クラスのセダンをベースに行われたスーパーツーリングカーに切り替わるため、一旦打ち切られた1995年まで参戦を継続。 現在はナスカー、ユーロシリーズにて活躍している。ロアは14歳でカートレーシングでモータースポーツのキャリアを始めた。彼女の次の目的地はフォーミュラフォードで1987年にドイツ選手権で優勝。1988年から彼女はフォーミュラ3でフォルクスワーゲンのワークスドライバーとして特にミハエル・シューマッハや ハインツ・ハラルド・フレンツェンなどのライバルと対戦した。彼女の最高の結果は、1990年のモナコでの欧州選手権決勝で2位。同じ年、彼女は BMW のニュルブルクリンクでの24時間レースでも2位に、ローアがドライブするメルセデス。1980年代の終わりにローアは世界及び、欧州ツーリングカー選手権に初登場し、DTM でも3回出場。 1991年から彼女は DTM で定期的に出場し、1995、1996年にメルセデスベンツで国際ツーリングカー選手権に参戦、1996年にシリーズが中止されました。彼女は1992年5月、ホッケンハイムリングのメルセデス 190E2.5 から16エボネで24ポイントになり、DTM で ランに勝つ唯一の女性であった。1997年から彼女は欧州トラックレース選手権でメルセデストラックをドライブ。彼女の最高の結果はミサノでの3位。その後 DTC V8 スターシリーズポルシェスーパーカップに出場し DTM でコメンテーターを務めた。2004年からラリーレードに関与し2005年にダカールラリーでスタートした。 最初は二ドライブチームのバギー。2006年には、オークチームの M クラスメルセデス。2007年には、マックスタタメルセデス。ベンツチームのバギーで2008年に、ドイツラリー選手権でスタートし2010年シーズンの、初めから、アダック GT マスターでランボルギーにと競う。ローアは2008年から、ドイツのメルセデスベンツメーカーカールソンの、ブランドアンバサダーも務める。 2012年から2014年にかけて、エレンドーアは1998年以来、FIA アートック、トラックレーシングヨーロッパ選手権で、短期プール24レーシングチームに初めて参戦。レーシングトラックは、2006年のマーカス・オストライクの、モトメルセデス・ベンツレーシングアクトロスであったが、マルクス・バウアーのチームは、2012FIA。 トラックレーシングの欧州選手権シーズンで向上のサポートを受けていない唯一のチームであった。2015年からトラックスポーツバー号のマンレーシングトラックに出場し2016年には全体の9位にランク。欧州トラックレース選手権での配置、ウェレンユーロシリーズエリート1。ありがとうございます。